今ちょっとフリップの練習してて気づいた。あの足を蹴り切る、なんていうの、抜き切る。でなんか僕のフリップって抜いて戻して抜いて戻してって、そのなんか抜くの失敗するともう全然ダメだったんですよ。だからしっかり抜き切る、だから抜き切れてない時に変なことになってぐっちゃぐちゃになってたんですけど、なんか抜き切るのやったらちょっと良さそうなんで、これねいいと思います。抜き切る練習、抜き切って足をなんかすぐ戻さない、ピッピュッて、なんか僕のクリップ下手くそな感じじゃないですか。上手い人って振り切抜き切ってその場にずっといてそこに痛く来るみたいな感じじゃないですか。でそれで一回今なんかいい感じにメイクできて、上半身はぐちゃぐちゃかもしれないんですけど、ちょっとねそれで一回お見せします。メイクはできるか分かんないですけど練習をお見せします。いきます。するのはしっかりテールを上げる、もうなんかこんな感じで着地でもいい、こういうロケットだとダメなの、こっちを意識する感じかな。とりあえず回す、綺麗なフリップ習得への道は多分そこにある気がする。振り抜く以上こう振り抜いたらこっちに来ちゃうんですよ、重心が後ろになっちゃう。その分、重心を前側にやっとかないといけない気がする。今の結構良かったね、蹴り切れてて先に、まあ、テールそんなすごい上がってきてなかったけど、後ろ足キャッチしてから前足乗ってるっていう感じ、割と今のは良かった。なんか今のイメージはね、ここにサッカーボールがあるから、だからこれを蹴る、飛びながらこう蹴る、こう蹴るの、なんかこの辺で蹴っちゃうともう絶対乗れないんで、近場、体の近場で真下で蹴って板がついてくるというイメージ。まあこんな感じだね。こんな感じでね、最近フリップとかバリアルフリップとかちょっと練習頑張ってて、まあ乗れると嬉しいんだけど、やっぱフリップの形が汚いからバリアルフリップができないのかなっていうところで、まあメインバリアルでやってたんですけど、ちょっとねフリップまたやり直そうかなっていうところで、で今いろいろ試行錯誤してやってるって感じで、まあ足を伸ばしきる、これは結構大事かなっていうところですね。伸ばしきるってか抜き切るかな、なんか抜き切る前に戻してて抜いて回すっていうより当てて回すみたいな感じになってたと思うんで、まあ、そこが直していけたらなっていうところですね。まあそんな頻繁に練習できないんでなかなか上達は難しいんですけど、まあ、自分のできる範囲内で頑張っていこうと思ってます。
はい、じゃあまた。